麻生副総理は昨日、地元福岡県の国政報告会でラグビー日本代表はインターナショナルだったという話から以下のように発言しました。私はそういった意味ではぜひ日本という国がこれからもインターナショナルな世界の中において堂々と存在感を発揮して、やっぱり日本という国はええと、だからあの国は2000年の長きにわたって一つの国で一つの場所で一つの言葉で一つの民族一つの天皇という王朝を126代の長きにわたって一つの王朝が続いているなんて国はここしかありませんから。これが去年5月にアイヌ民族を先住民族と明記したアイヌ施策推進法に矛盾するなどの指摘を受けて、麻生副総理は今日発言を訂正しました。これは別に政府の方針を否定するつもりは全くありませんから、その意味では誤解が生じるというような発言になっているというんで、言うんであれば、これは言い方に気をつけないかんところ、訂正せないかんところです。アイヌ協会のコメントとして、まあ、ありえない発言だという認識が出ておるんですけれども、そうです。誤解が生じている。